市立平小学校で研究に主任をしております福山と申します。よろしくお願いいたします。川崎市立平小学校では豊かに伝え合う力を育む授業づくりを研究テーマに、情報活用能力を育成するためのカリキュラムを作る研究を進めております。助成を受ける前から50インチのデジタルテレビや教材提示装置などの ICT 機器の整備を進めておりましたので、研究開始当初から ICT 活用の良さをすでに感じている教員が多く、学校の風土として ICT 活用の基盤がありました。しかし教師側の ICT 活用が多く、子どもたち自身が資料を作成したり適切に活用したりして自主的積極的に学習するまでには至っていないということが課題として明確になっておりました。 ICT 活用の良さを実感している私たちが子どもたちに主体的に学習してほしい、そうやって願って目指す子ども像を話し合いました。それがメディアを適切に利用し説得力のある資料を作成したり説明発表したりしながら物の見方や考え方を広げ深めるという子どもの姿です。私たちはこれを豊かに伝え合う姿として定義し、情報活用能力の育成を目指して研究を進めることにしました。そこで冒頭でご覧いただいた通り研究テーマを設定いたしました。昨年4月から今月まで約16ヶ月間の取り組みといたしましては、授業研究と研究検討会を軸にして情報活用能力を育成するためのカリキュラム作りを進めてまいりました。昨年度の主な研究成果物としてまず挙げたいのが今画面に出ている平小のスキルです。情報活用の実践力を子どもの活動や学習場面がイメージしやすい言葉に置き換えて整理しました。この平小のスキルを意識した学習活動を教師が日常的に行うことで、児童の課題解決する姿に情報手段の活用がよく見られるようになってまいりました。さらに教師間で研究の話し合いをするときに、例えば集めるの場面では子どもたちの様子がどうだったですとか、仲間分けするときのワークシートが効果的だったといったふうに共通のイメージを持って研究を進めることができるようになり、学校現場で生かしやすいものとなったのではないかと自負しております。さらに情報活用の実践力を育成する重点単元一覧をまとめました。これらが記載されたリーフレットは先ほど皆様のご記帳にもお配りいたしましたが、ご覧いただくことができます。平小学校のウェブサイトでもダウンロードしていただくことができますので、ぜひアクセスしていただければと思います。今年度平成25年度からは国語科を中心にした授業研究に力を入れています。平小のスキルを身につけさせるための授業の工夫を検討するため、指導案検討、そして授業公開、ワークショップ型の研究協議など研究への取り組み方をも工夫しております。こうした本校の研究に対する姿勢が認められ、川崎市授業力向上推進事業研究協力校として広く公開もしているところでございます。今現在職員は夏休みなんですが、他校にも普及できるようなシンプルで使いやすいカリキュラムの完成に向けて、重点単元に設定した単元の指導計画の作成に平小の教員一人一人が分担を受け持って取り組んでいるところです。夏休み明けにはそれらを持ち寄って内容の体系化を進めつつ、学校全体が目指す子ども像の実現に向けて日々の学習活動に取り組んでいこうという雰囲気になっています。この雰囲気は財団の学校情報化診断システムによって具体的な数値としても現れてきました。こちらを見ていただくと、特に情報教育の数値が3倍以上伸びていることが分かると思います。今後の展開といたしましては、これまで通り横浜国立大学の
山中先生にご指導をいただきながら、川崎市教育委員会、そして川崎市総合教育センターの指導主事、また川崎市立小学校情報教育研究会の常任などたくさんの先生方を外部講師として招き、授業研究を行い、課題や成果を検証しながら研究を深めていきたいと考えています。そして校外からも幅広く参観者を集めて公開授業研究会を行い、研究成果をたくさんの方々に知っていただいて、このご意見をいただいたり広めたりしていけたらと考えております。平成25年の1月24日には2年間の研究成果を報告する研究報告会を開催する予定でございます。昨年度も北は宮城県、山形県、南は岡山県からとたくさんの方に来ていただきました。ぜひ平小学校へおいでください。職一同皆様がいらっしゃるのを楽しみに待ちしております。以上でございます。ありがとうございました。